壺屋焼の厨子亀、19世紀、琉球王国、第二直氏時代の作。東京国立博物館所蔵。厨子亀は沖縄県を中心とした南西諸島地域に見られる蔵骨器。骨壺。沖縄では古来より死者を崖下や洞窟に運んで風葬にする風習があった。これが後に風葬後に仙骨と呼ばれる遺体の骨を洗って遺骨を蔵骨器に収める風習へと発展する。この蔵骨器が厨子亀である。沖縄では戦前まで火葬は仏教僧侶以外は一般的ではなかった。厨子亀は仙骨後の遺骨を丸ごと収める容器であるため日本本土で一般に見られる火葬用の骨壺と比較するとかなり大型である。また、かつては夫婦合葬、親子合葬なども一般的であったため、二人分の骨を収める大きさが必要であった。戦後は沖縄県でも火葬が普及したため、今日では火葬用の小型の厨子亀も販売されている。厨子亀は遺骨を収めるというその性質上、元来は人目に触れるようなものではなかったが、廃藩置県後、まずバジル・ホール・チェンバレンによって、その芸術的、民族学的価値が高く評価された。また、昭和に入ると、笠宗義や浜田省二等の民芸運動を通して、厨子亀は沖縄陶器を代表するジャンルの一つとして、その芸術的価値が認められるようになった。戦後は火葬の普及とともに、本来の蔵骨器としての需要は減少傾向にあり、厨子亀を制作できる陶工も少なくなってきている。しかし、その一方で、上津茂夫等のように、厨子亀の伝統的、芸術的価値の重要性を認識し、厨子亀の制作にこだわり続ける陶工もいる。また、近年では、本来の用途と違ったインテリアの一種として厨子亀を求める人も現れてきている。厨子亀の素材としては、木製、石製、陶製等があり、それぞれのタイプの出現時期もおおむねこの順番である。また各タイプの厨子亀も材質や焼き方、形によってさらに細かく分類される。板厨子いわゆる木管である。朱塗り等の木管に6から10本の外反り足がつく。本体は唐櫃によく似た形をしており、蓋は屋根の形をしている。百足壺に金色の巴紋で飾られた弘治13年銘入りの板厨子があったという。また、初期浦添用土鈴の遺構からの出土例もある。浦添用土鈴の1号国厨子石灰岩製国厨子、後期33年銘入りボージャー厨子、後期9年銘入り。赤焼御殿型厨子亀上焼本御殿型厨子亀として最初から制作されたもの以外に、花鉢、水亀、油亀など日常雑器が厨子亀の代用品として使われたりもした。また寺の和尚は火葬の後、小型の骨壺に遺灰を納めた。ありがとうございます。